はい、こんにちは。今日は2013年兵庫県立大学の問題です。問題はこちらです。 B1 イコール1 BN プラス1イコール BN プラス 3BN マイナス1プラス 5BN マイナス2プラス…のプラス 2N マイナス 1B1 プラス 2N と、でこの数列 BN の各項を求めようといった問題ですね。これは上から下番号を一つ上げて、または下げてですね、上から下引くとうまくいくというパターンですね。つまり今 BN プラス1っていうのが BN プラス 3BN マイナス1プラス 5BN マイナス2っていう風にずっといって 2N マイナス1の B1 プラス 2N という風になってるんですが、これ番号 N を1個下げましょうか。つまり BN っていうのを用意してあげましょう。 N を N マイナス1にすると、ここ BN マイナス1になりますよと。でこれは BN マイナス2になるので 3BN マイナス2で、これ、こう斜めに、この部分がここに来るわけですね。でずっとこれがここに来て、最後はここですから、2N-3 の B1 というふうになりますよと。こんなふうになるわけです。で、これも最後下げるので、2N-1 と、こういうふうになりますね。まあ、ただ今、N を1個、番号を下げたので、N は2以上ですね。今、N が1以上だったんですが、番号1個下げたので、N を2以上としなければいけませんと。で、これ上から下を引きましょう。そうすると、bn プラス1マイナス bn っていうのが、ここは bn。で、ここは2倍の bn マイナス1。で、ここも2倍の bn マイナス2。というふうになっていって、ここも2ですね。2倍の b1。で、最後ここは、マイナス2だから、プラス2になりますね。こうなるよと。で、つまりここの部分っていうのは、b1 から bn マイナス1まで足したもの。で、それにさらに、これをこっちに持ってくると、2倍の BN っていうのがここに出てくるよと。で、これもまとめると、こうなりますね。BN プラスこうなるよと。ということで、BN も含めて考えると、ここの部分、B1 から BN まで足したもの、これ SN としましょう。そうすると、BN プラス1っていうのは、2倍の SN プラス2っていうふうになりますね。あとはこれを解いてあげれば OK。これ、例えば SN に揃えると、BN プラス1っていうのは SN プラス1引く SN ですよね。つまりこれ SN を N プラス1にすると、もう一個 BN プラス1っていうのが出てくるので、そこから SN、これを引くと BN プラス1になるんですね。こんな風に SN で全化式を立てて解いても OK だし、または、こっちをもう一回上から下引いてもできますよと。今回これ上から下引くのでやってみましょうか。もう一個 N を下げましょう。bn っていうのを用意してあげて、これ 2sn-1 プラス2になりますよと。n を1個、番号を下げましたよと。で、今 n が2以上だったんですが、また番号1個下げたので、n を3以上としてあげて、こうなりますよと。で、これ上から下引くと、bn プラス1引く bn っていうのが、2倍の sn 引く sn-1 は、bn が出てきますね。これから sn-1 ってこれですから、これを引くと bn が出てきますよと。ここは消えてこうなるよと。ということで、これを整理しましょう。そうすると、bn プラス1イコール 3bn になって、これで、等比数列ですね。公比が3の等比数列。ただ、スタートは n が3以上なので、b3 からスタートということですね。つまり、bn、この bn の値を求めたいんですが、bn っていうのは、b3 からスタートで、ずっと3をかけていくよと。ここまでかけるよと。ここですね。B3、B4 っていう風にこうなっていって、ここまでずっとかけるよと。じゃあこの間隔何個あるのかっていうと、N-3 個ありますね。ですので、3を N-3 回かけますよと。で、スタートは B3 ですから、かける B3 という風になります。今、N が3以上でこれですから、こうなりますよと。じゃああと B3 を求めれば OK で、B3 って何かっていうと、ここに代入すると B3 っていうのは、N が2の時ですから、B2。足す 3B1 ですね。足す、N が2の時ですから4になるよと。で、B1 は出てるんですが、B2 が出てないので、B2 を求めましょう。B2 はっていうと、N が1の時ですから、B1 足す、N が1の時ですので、2となりますよと。ということで、B1 は1ですから、これは3ですね。B2 は3ですから、ここ3。で、B1 が1ですから、3足す3足す4ということで、これは10になりますよと。じゃあ B3 は10ですから、ここが10になって、これが BN の一般項。ただし、これは N が3以上の時ですね。BN、これは N が3以上でこうなりますよと。
で、B1 の時は1、B2 の時はこれですね、3ですよと。これ等しくなったら綺麗に出るんですけども、n が2の時には3分の10になりますね。だからこれ3にはならないからダメだ。n が1の時も3の2乗9分の10になるんで、これもダメですね。ということで、これ別個に扱わなきゃいけないよと。つまり B1 が1、B2 は3、で、BN はこれだということで、こんな風に BN の括弧を求めることができました。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。